わかりました。まあ、あの検査の手段としては超音波検査というのが非常に手軽にできるということ、患者さんにとっては痛みもないですし、あの被曝の問題もないので、あの超音波がいいだろう、まあ、ただしこれはあのお上手な先生はいいんですけども、かなり、まあ人によってですね、その超音波の得意な先生と超音波が、まあ、不得意といいますか、まあ、あの得て出ない先生でやはりおられますので、皆が皆同じようにできるわけではなかなかないということも、まあ、現実問題としてはあるんですね。で、その超音波検査をやる膵臓がんを意識しながらですね、やる対象としては、まあ、あの症状を持っておられる人はやはり全て対象になるだろうと、お腹の痛みであったり背中の痛みであったり、そういった方はやはり対象ですし、それ以外の方、糖尿病でかかっておられる方、慢性膵炎の既往のある方、あるいはご家族に膵臓がんの患者さんがおられる方ですね、まあ、それから、まあ、喫煙される方ですか、そういった高危険群と言われている患者さんに、まあ、あの外来受診されたような患者さんに対しては、一応膵臓を意識して超音波検査をやってみるということが大切だということを今あの言われたように思います。で、早期の膵臓がんをなかなかその超音波で形として出すことは現実問題なかなか難しいので、その早期の膵臓がん、まあ、小さい膵臓がんがあってもそれがあることによって起きてくる所見、膵管の拡張であったり膵臓の嚢胞ですね、膵液がたまった袋、これをまあ見つけて、でそこから先がまあ自分ご自分が信頼されるその消化器内科医といいますか、膵臓専門医へ紹介するということに岡井先生なるんですかね。なるです。ということで、まあ尾道総合病院に、まあ、この地域であれば患者さんが集まってくるという、まあ、こういう構図になっているのかなというふうに思うんですけども、それで、まあ、そういう患者さんが病院に来られたら、これはもう今度は病院の話になるんですけども、精密検査ですね、もう一度先生、あの原田先生、どういう順序で、まあ、検査を進めていっているのかという実際とか、あるいは、はい、患者さんに先生が話をされるときにどのような話をされているのかということ、はいはい、あの膵管拡張とか嚢胞があってご紹介をいただいて、まあ、あのご本人ほどの症状がなくって、そういった関節所見だけで見えられる方については、先ほどスライドでアルゴリズムをお示ししたんですけども、あの、まあ、MRCP といいまして、MRI の中で膵管の胆管を非常にきれいに病室ができる技術が今は非常に画像が良くなってますので、それで膵管の全体の画像を見せていただくことと、プラス、超音波内視鏡を、まあ、同時に私の場合は予約を同じ日にさせていただいている。で本当はまあ CT が上に来るんですけども、なかなかあのどこ の, あの大きな病院でもそうだと思うんですが、 CT の予約が入らないという、午前中に外来の診療枠のところで、なかなか CT の造影 CT の予約が、今日村上先生 MDCT の綺麗な画像をたくさん見せていただいたんですが、なかなかその小回りの効いたすぐに取りたいという方がすぐに予約が入らないというジレンマがあって、で今私の病院の方は MRI が2台になりましたので、そういうこともあってちょっと MRCP を先行して、 MRCP と超音波内視鏡をセットで午前中あるいは1日かけてちょっとやらせていただく行きを患者さんにお話をしていただいて、やります。で、それで、まあ、あの必要があればもちろん CT の予約をなるべく早く取ってという形になるんですが、現実問題はMRCP と EUS が先に来ている患者さんが非常に多いという状態であります。それで膵臓全体に見ることと、その EUS で実は膵臓のその分解能といいまして、画像の分解能は EUS が一番優れているとされてますので、小さなものが潜んでないかということをこう膵臓全体を MRI で見ておいて EUS で局所をずっと見ていくという、あの2つの、まあ、サーチといいますか探し方で膵臓をきちっと見ていくというふうな心がけをしております。先生のところいかがですか。逆に福山ではそのどういうふうにされていらっしゃるか、病院によってちょっと違うと思います。やはりうちでも、まあ、先生のところといいますかね、その同じような
手順で、検査が進んでいくんだろうと思うんですけれども、具体的な話で言いますと、福山市民病院は CT はいつでも入るという状況で、少し余裕を持って予約枠を取っているというのが多分あると思うんですけれども、技師さんも非常によく頑張ってくれて、お昼の時間も丸々もう休み取らずにですね、取ってくれたりして、大抵飛び込みで来られた患者さん、当日紹介の患者さんもその日のうちにダイナミック CT を取ることができます。なので非常にそこが恵まれて、ただ逆に MRI がなかなか難しいということがあります。で、確信に至る手順はもうほとんど同じような手順で行っているというふうに思いますけど、今EUS の話ですね、超音波内視鏡検査、それから超音波内視鏡を、使って膵臓の腫瘍に針を刺して組織を取ってくるような検査、EUS-FNA というふうに言うんですけど、こういった検査がなかなかまだ誰でもできるというところまで実は行ってないんですね。胃の内視鏡あるいは大腸の内視鏡はもうほとんど消化器を標榜されておられる内科の先生であれば問題なく今最近はできます、皆さんお上手にできるんですけど、今花田先生が今日提示されたのはなかなかまだ行ってない。ただそんなにおそらくもう遠くない将来にですね、随分ここでライブもされておられるということですし、いろんな各地域の中核病院といいますか基幹病院ではそういったことをやれる先生がポツポツ出てきておりますので、もう少し今よりはこの検査も手軽にといいますかね、どこでもできるようになる可能性というのはあるというふうには思ってます。それまでは花田先生一生懸命啓蒙活動をしていただくということが大切かなと思います。診断とですね、スクリーニングの問題も含めてですけども、診断について、ご会場の皆様方からご質問がないでしょうかね。はい、永井先生。膵がんの早期発見ということなんですけども、先生が EUS の講師されてやれてますよね、ファイバーの講習ですね、はいはい、で、鍵尾先生も当然エコーがよく見られると思うんですけども、やはりエコーもですね、やっぱりパンクレアス出すのにコツがいると思いますので、もちろんそのエコーの機種によって全然違うんですけども、はいはいはい、やはりこう啓蒙活動としてはやっぱエコーの方もですね、講習会みたいなのをされたらですね、いくらか役に立つのかなとは思ってるんですけど、どうでしょうか。わかりました。前向きに先生検討させていただきます。やっぱりシストを見つけてもやっぱりこのしつこく追うことが大事なんですよ ね、 すね、はい、一発出なかったからといって1年後に見たら、はい、結構ありますの で、 でそういうこともやっぱり同時に啓蒙された方がいいかなと思って、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。私はですね、ある方が言った言われた言葉を今いまだにずっとその通りだと思って、自分自身で意識していることがあります。高木邦夫と言われて、日本のがん研究会におられた高木邦夫先生と言われる、膵臓外科の本当草分けの先生なんですけどね、その先生が言われました。膵がんっていうのは普通の膵がんですよ、普通の膵がんっていうのは膵管の枝、主膵管であってもいいですけど、多くは分子膵管といって枝からできるんですね。でそこに膵がんができると必ず膵液の訴えができます。それが膵液嚢胞ですね、膵嚢胞という形になるんですけども、必ずそこのレベル、その膵管の分子のレベル、枝のレベルでは膵炎が起きるんですよ。そうすると必ず症状が実は出る、ちょっとなんかここが重い、おかしい。で、その時期に患者さんが病院に行かれたらですね、やはり膵臓のことをやっぱ当然意識しておれば検査を進めていくだと思うんですよ。で、患者さんはシグナルを送っているかもしれないですね。ただそれを拾い上げれない、これまでの私たちがいたということになるんですけども、30年ぐらい前に高木先生がそういったことを言われてます。